はい、今日は、500系新幹線弁当を買ってきましたので食べたいと思います。500系新幹線って最高にかっこいいですよね。僕は新幹線の中で一番好きですね、この車両で。中がこういうふうに見れるようになってます。引っ張りだこ飯で有名な、神戸の駅弁屋さんの淡路屋さんが、2014年の9月だったと思います。新しく発売したお弁当です。500系とか出してくれて本当嬉しいですね。ちょっと開けてみたいと思います。わあ、すごいかっこいいな。まあ、これ陶器ですね。プラスチックじゃなくて、峠の釜飯みたいにきちんとした陶器でできてますね。すごいな。これは結構かっこいいですね。これ陶器ってなんか使えます？ほら、こんな感じで。かっこいい。中に、これ淡路百日鶏って言ったかなが、入ってるんですよ。ちょっと食べてみますね。